おはようございます。釣り講 TV です。今日はレンタルボートに来てみました。すごいね、昼からなぎる予報なんで、今日はこれレンタルボートだと魚群探知機がついてないんで、久しぶりに携帯魚群探知機のディーパーね、持ってきたんで、これでこの城の群れを探してやってみたいと思います。船長の言ってたちょっと8メートルぐらいのラインまで一回行ってみましょうか。なんかそこ付近にごっそり塊は映ってるんで、どうか連れてけろ。12メーター。よっしゃ、ちょっと一匹原さんにかけてもらって残りがを狙う。シバスっぽかったですか。はい、この城当たってる。一応お、出た出た、この城いますよ。乗んなかったっすね。出るっすよ。朝一のこの太陽さすまでは多分結構この城っぽい反応をちゃんと掴んでるんで。ここで今 7.5メーター。ちゃんと、いやいや釣れますよ。基本でもルドラでこの状況だったら、2倍とっきりだからな。2回出ましたね。だから、あ、これ完全にいい群れに乗ったなと思ったんですけど、でだいぶ浅い方来ちゃったんですけど、ずっと同じような波形は出てるんで、やり続けてんすけど、今 3.3、 やっぱ8メートルラインまで押し上げた方がいいのかな。
はい、12から登っていく駆け上がり場ぐらいですね。お、いいっすよ、投げてください。今ここす、ここ7メートルの駆け上がりで一気に、あ、多分この城に乗っかりました。78のブレイク場にいますね、やつら。おっしゃ、ナイス。まあでも口開けの一本、やっぱルドラっすね。あ、綺麗ですね。さすがバンズシーバス、うまそう。3番線のだいぶうお、いっそうな魚ゲット。はい、もはや入れ食い。とりあえず坊主逃れを。生後復興がかかると移動したがるようになる。いやー、でも原さん、ディーパーにみっちり映っているからバッチリ釣れてるんですよ。今日魚探を導入したんで。おー、はい、完璧ですね。いい感じ。せっかく船に魚がついたから、ちょっとこの一連の入れ食いが終わるまで入れ食い、まあせっかくの朝まずめだから走るつもりですけど、この群れは釣り切っちゃいたいですね。ミノウ入れ食い、バルナな感じなんですかね。あー、ビーフリまで落とす感じでサイズを。この前あんまり入れ食いなかったって原さん言ってたんで、これが今日唯一の入れ食い時間かもしんない。今日映るんだよな。さっきの釣れた感じの波形になってきましたよ。お、くたくた。おー、でかい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 。長谷さん、どいてどいてどいて。来ましたよ、青物。青だ青だ、青が来たぞ。投げてください投げてください。俺タモやるんで。青だ青だ、青が来たかもよ。おいしい魚が来たぞ。いや、いいっすいいっす。まあファーストランがちょっと青っぽい、青だ青だって感じの走り方ではありました。
エンジン上げときます。まあまあ、でも今日は青物もお持ち帰りプランなんで、しっかり取っておきたいですね。ほほー、イエーイ。いやー、でもそれって言うといい曲がりっすね。バレないし、この組み合わせがもうマジ。よっしゃよっしゃ、青だ青だ、入ったね、よいしょ。あ、いいですね、これ。あの、後やバックに行きたいですね。ぴったりゆったりのんびりで。あーす、イエーイ、来たー。朝一、朝一、美味しい魚。細いね、でもね。いやー、でもでもでも綺麗な、綺麗なんですね、美味しいやつ。イエーイ、ディーパーに映ったから釣れたのかもしれないねえ、ディーパーに反応出て、はい、すぐ釣れました ね、 ね、すぐ釣れたね。おー、みっちり映ってると思ったらいい魚が来ましたよ。さあ、今日はどうだ、お土産いっぱい釣れるんじゃないですかね。じゃあ引き続き頑張ってみます。よっしゃ、ナイスナイスナイスヒット、久しぶりのゲットゲット。おみやおみや、慎重に慎重に。ナイス。いやー、いい引き。なあ、イエーイ、おお、元気。イエーイ、あ。あざーす。あ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ。お土産確保。原さん、6060でビッグバンディと一緒に投げてみます。どんな張りか。はい、原さんモデルと田中モデル、これはまあ軽いですか。あー、うーん、いや、でも原さんのも、えい、へい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 。いや、おみやゲットですよ。それ当たり出てます。あ、強めに押してください。ダブルクラッチなんで。かっけダブルクラッチシステム、ハンクラあるんですよ、俺の。シーバスだったらでかいっすよ。ここはでかいっすよ。どうですか。うちのがレスポンスがやっぱりギュンって動くね。うん、俺の初速がふわーってなって、どっちがいいのか分かんない。やっぱアマペンだと、でも、そうだね、アマペンはそれが、うん、原さん、でも魚かけてからが絶対バレなそうな、ギュイーンって。これが604 5114。うん、いや、いいっすね。どっちでもいいね、なんか使い手のフィーリングだね。うん、どっちが好きかだね。
ビシビシ動かしたい人は、ビシビシ派はこっちだよね。俺のはなんかゆるゆるっと動かしたい人向きで、ガイドの仕様もちょっとやっぱ違う、ね、ガイドの仕様だいぶ違うね。はい、シーバスだったらランカーですよ。イエーイ、あ、これもいいサイズですね。ありがとうございます。ハトヤフィッシュ、イエーイ。さあ、いい感じですね。美味しそうですね。まあそうですね。いやー、ナイスフィッシュ、ありがとうございます。ありがとうございます。おいここにこの城いるな。あ、いますいます、この城だ。これが最後ユーマ詰めとかに上ずるんだな。よっしゃ、 OK。 うわ、いいですよ、久しぶりのシーバス。おー、しっかり魚探に移ったら反応しますね。何時間ぶりでしょうか、奇跡のシーバスゲット。ヒーヒー、なんかいそうっすね。誘い出しできるか、ね、あー、この城下にみっちりいますよ。そこですね。おっしゃ、いい感じですね。 OK です。さっきと同じとこですね。なんかそこら辺の下になんかもっさりいるんすよ、もっさいのが。青物じゃなくてシーバスで締めたい。いい感じっすね。下からふわーとか、おっしゃ、こっちにもいた。サイズいい、お願いします。イエーイ。あ、別にサイズは大丈夫です。あ、ごめんなさい、抜けます。なんか次いただけだ。でもでもナイスサイズ、ナイスサイズ。ちょっとそれ皆さんあげたら最後もう一回入れ直します。入れ食いポイントに。よし、ラフトかな。いやー、シーバスは深いなー。うん、楽しいなー。最後最後、おかずゲット。 OK セット。
すが。あーとか絶対バレたくないんで。バレたー。じゃあな、締めの一投で。持ってるな、原さん持ってるな。俺も半身ぐらいもらおうかなとか思ってた。いや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 、エンジンかけますよ。延長料金払うんだったら着きますけど、半端ですよね。ここで1時間伸ばしたとこで何もないですよね。もう夕間詰めまで待たないとないですもんね、これ。いや、帰れない。ない、もう帰りますよ、原さん。それっぽく喋りながら投げ続けないでください。それっぽく語りながら投げ続けないでください。